皆さんご紹介いたします。本日は、肩こりをモチーフにした肩パンも一緒に応援してくれるということでステージ横にスタンバイしてもらっております。ではチームのご紹介申し上げます。ワッサム町を PR するべく地元を中心に幅広く活動しています。町の花肩こりを赤い和傘で表現して7年目、本日演舞するのは鳴子ワットサム2015絢爛花歌です。見どころは和傘の花が満開に咲くラスト1分間です。それでは下條代表お願いいたします。はい、会場の皆様、改めましてこんにちは。こんにちは。ご紹介いただきました鳴子ワットさんです。本日3回目の演舞、ラスト演舞となります。どうぞご声援よろしくお願いいたします。まずはですね、もう一度紹介させていただきます。私どもチーム結成18年目になりますが、15周年を記念して作りましたカタタンというチームのオリジナルキャラクターでございます。とてもね、今日ちょっと狭いところにいるので動きあれですけどね、めちゃくちゃ踊りますからこの子よろしくお願いいたします。でですね、本日ね、雨模様で室内ということになりましたけれども、私どもね、逆にですね、他のチームしっかり見させていただくことができましてね、この雨も少しありがたいかなっていうふうに思っておりますが、うちもですね、大きな暖気、5メーター、6メーターの大きな暖気がございます。ちょっとね、冬には場所が狭いということで遠慮してたんですけれども、最後ですね、ちょこっとだけでもお披露目できればと思って後ろに暖気もスタンバっているようでございますので、私ども の、チームの暖気もね、ぜひご覧いただきたいというふうに思います。それではラスト演舞、これで心を込めて演舞させていただきます。ご声援どうぞよろしくお願いいたします。Hey, what?
の町ワッサム町からお越しいただきました鳴子ワットソングの皆さんの演舞でございました。ありがとうございます。